ジョット・ディ・ボンドーネ、ジョット・ディ・ボンドーネ、1267年、ゴロ -1337 年1月8日は、中世後期のイタリア人画家、建築家。日本でも諸外国でも単に、ジョット、ジオットと呼ばれることが多い。フィレンツェ共和国、現在のイタリアトスカーナ州近辺の首都、フィレンツェ近郊の出身と言われており、その絵画様式は、後期ゴシックに分類され、 イタリアルネサンスへの宣伝をつけた偉大な芸術家とみなされている。ジョットと同時代の画家、ジョバンニ・ビルラーには、ジョットのことをこの時代における最大の巨匠である。ジョットが描く人物やそのポーズはこの上なく自然に見える。その才能と卓越した技術によってジョットはフィレンツェのお抱え画家となったと書き残している。生前から巨匠としての名声は一貫しており、 16世紀、後半の画家、電気作家のジョルジョバザーリはその著書で、それまでの宣伝されていなかったビザンティン美術を徹底的にぶち壊し、現在見られるような現実味あふれる素晴らしい絵画をもたらした。200年以上にわたって忘れ去られていた絵画技術を現代に蘇らせた画家であるとジョットを絶賛している。ビザンティン様式が支配的だった西洋絵画に現実的、 三次元的な空間表現や人物の自然な感情表現をもたらした。その絵画描写は人物は背後の建物や風景との比例を考慮した自然な大きさで表現出ている。こうした描写方法は当時の描写法では革新的なもので、こうした点からジョットは西洋絵画の父とも言われている。ジョットの代表作は1305年に完成した。 パドバのスクロベーニ礼拝堂の装飾画である。この一連のフレスコ壁画は、聖母マリアとイエス・キリストの生涯を描いたもので、初期ルネサンス絵画の中でも最高傑作の一つと言われている。記録によれば、スクロベーニ礼拝堂の壁画を完成させたジョットは、1334年にフィレンツェからサンタマリアベルフィオを大聖堂に新しく建てられる首廊のデザインを任された。その他に、 ジョットについて伝わっている記録は、ほとんどなく、青年月日、生誕地、死没地、風貌、特定期間、作品の依頼種、アッシジのサンフランチェスコ大聖堂のフレスコ画は本当にジョットの作品なのかなど、様々なことが論争になっている。ジョットの生誕地は、おそらくロマニャーノ、あるいはロミニャーノという名称のコムーネであり、そこの丘の上にある農家で生まれたという古くからの、 説がある。1850年以降になって、フィレンツェの北方3 5トルに位置するベスピニャーの現在のビッキオの村にある上官こそが、ジョットの生誕地であるとする説が唱えられたが、これは商業的な宣伝を目的とした根拠のない主張に過ぎない。さらに最近になってジョットは、カジヤの息子として、フィレンツェで生まれたという研究結果が発表された。 ジョットの父親の名前はボンドーネで、現存している公式な記録に、裕福な人物と記載されている。多くの著述家が、ジョットは本名であると考えているが、アンブロ・ジョット、アンジェロットの略称だったという説もある。ジョットの死没年は、フィレンツェの広報担当で詩人でもあった、フィレンツェ在住のアントニオ・プッチが書いた、ジョットの業績を称える詩の中に、 ジョットは70歳で死去したという記述があることを根拠としている。しかしながら、70という単語がこの詩の中でちょうどいい韻を踏んだ言葉になっていることから、プッチが創作上のテクニックとして70を選んだという可能性もある。ジョルジョバザーリが書いたルネサンスの芸術家に関する重要な伝記、画家、彫刻家、建築家列伝によると、ジョットは 周りの誰からも愛される快活で知的な羊飼いの少年だったとされている。伝記には、フィレンツェ出身の巨匠チマブーエが、ジョットが岩に描いた羊を偶然目にし、その羊があたかも生きているかのように描写されていたため、チマブーエは、ジョットの父親に掛け合って、ジョットを弟子にしたと書かれている。チマブーエは、シエーナで活動していたドゥッチョと並んで、当時の最も巧妙な画家だった。 バザーリは、ジョットの技量について、多くのページを割いている。例えば、チマブーェが工房を留守にしている間に、ジョットがハエを、チマブーェの作品に描いたところ、戻ってきたチマブーェが、本物のハエと勘違いして何度も、エフレで追い払おうとしたというエピソードは有名である。他のエピソードとして、教皇がジョットに使いを出し、技量を確認するために何か描いてみるよう要求した、ことがある。 ジョットは赤い絵の具でコンパスを使ったかのような正確な円を描き、それを持って帰って教皇に見せるよう使いに頼んだというももある。しかしながら現在では多くの学者がジョットの徒弟時代の記録は信用できないものであり、チマブーエの弟子だったというバザーリの著述は伝説に過ぎないと考えている。これはジョットがチマブーエの弟子ではないという古い記録が残っているためである。 ジョットの芸術は13世紀後半にローマに集っていた画家たちの作品に大きな影響を与えている。当時のローマではチマブーエも活動していた可能性があり、ピエトロ・カバリーニに代表されるフレスコ画家の一派もローマで活動していた。フィレンツェ出身の有名な彫刻家、建築家のアルノルフォデ・カンビオもこの当時ローマに滞在していた。チマブーエは 足ジに新しく建造された、サンフランチェスコ大聖堂の巨大なフレスコ画を描くために、ローマを離れた。この時に、ジョットも、チマブーへと共に、足ジへと赴いた可能性もあが確証はない。この大聖堂神堂の聖フランチェスコの生涯を描いた一連のフレスコ画群が誰の作品であるのかが、美術史学上非常に大きな論争となってきた。 当時のフランシスコ会修道士の記録でこれらの絵画の由来を示すものはナポレオン・ボナパルトがイタリアに侵攻し大聖堂が軍馬の旧舎にされてしまった時に失われてしまったそのためジョットが大聖堂のフレスコ画を手掛けたかどうかについて学者の間でも大きく意見が分かれているサンフランチェスコ大聖堂上道フレスコ画の作者が ジョットではないという証が見つかっていないこと、チマブーエの作品ではないことが明確であることなどから、これらの絵画は、当時他の誰よりも、名声の高かった、ジョットの作品であるとする主張は、昔から存在した。さらに現存しているギベルティやリッコバレド・フェラレーゼラが、残した古い伝記によれば、サンフランチェスコ大聖堂神道のフレスコ画が、独り立ちして間もないジョットの作品であることを示する。 記述がある。しかし、1912年に、ドイツ人美術史家、フリードリヒ・リンテランが別の見解を発表して以来、多くの学者が、サンフランチェスコ大聖堂神道のフレスコ画を、ジョットの作品とみなことに疑義を呈している。学術的な証拠文献がない以上、作者を確定するには悪な高く信頼が置けない、科学という監視祈願に頼るほかないとしている。そして、 アッシジドパドバでの制作過程を技術的な観点から検証、比較した結果、サンフランチェスコ大聖堂神堂のフレスコはジョットが描いたものではないとする有力な証拠が発見された。サンフランチェスコ大聖堂神堂のフレスコ画とスクロベーニレイニ礼拝堂のフレスコ画には大きな違いがあり、同じ画家の手によるものとは考えにくいとするものである。サンフランチェスコ大聖堂神道のフレスコ画は、 複数の画家によるもので、全員がおそらく当時ローマで活動していた芸術家である可能性が高い。もしこの説が正しいとすれば、ジョットが描いたスクロベニレーニ礼拝堂のフレスコ画は、サンフランチェスコ大聖堂神堂に描かれたフレスコ画の自然主義表現に大きな影響を受けていると考えれる。ジョットの絵画ではないかと考えられている多くの作品。 特にバザーリがその著書で、ジョットが描いたと記述している作品についても、サンフランチェスコ大聖堂神堂のフレスコ画と、同様に気な議論になっている。バザーリは、画家、彫刻家、建築家列伝で、ジョットの最初期の作品は、サンタマリアノベッラ教会のドミニコ修道会のために、描いた絵画群であるとしている。これらの絵画の中には受体告知や、 未完成ではあるが高さ5メートルに及ぶ巨大なキリスト卓形図がある。1290年頃の作品と考えられており、サンフランチェスコ大聖堂神堂のフレスコ画と同道代の絵画ということになる。その他、ジョットの初期の作品ではないかとみなされているものに、フィレンツェのサントステファノ・アルポンテ聖堂、付属美術館所蔵のサンジョルジョア・コスタ聖堂の聖母子や、 ルーブル美術館所蔵の、成婚を受ける聖フランチェスコがある。1287年にジョットは20歳前後で、通称シュートと呼ばれる女性と結婚し、夫妻の間には8人以上とも言われる多くの子供が、生まれた。その中の一人フランチェスコは後に、父親と同様に画家になっている。ジョットは1297年から1300年に、かけて、ローマで活動していたが、 その頃の記録はほとんど残っていない。ローマのサンジョバンニンラテラの大聖堂には、1300年のローマ教皇ボニファティウス八世の青年のために描かれたフレスコ画の一部が収蔵されている。同時代の作品として、バディア家の祭壇画が、ウフィツィ美術館に所蔵されている。当時、ジョットの画家としての名声は高まる一方だった。パドヴァやリミニといった都市に招かれて、 絵画制作を行ったが、現存している作品は1309年以前に描かれたマラテスティアーの教会に、ザン、キリスト十字画像だけである。この作品は、ジョバンニ・デ・リミニや、ピエトロ・デ・リミニら、リミニ派の成立に影響を与えている。1301年から1304年の記録によれば、当時のジョットは、フィレンツェに大邸宅を構えており、大きな工房を経営して、 イタリア全土から絵画制作依頼を受けていたと考えられる。ジョットは1305年頃に後世に最も大きな影響を与えたパドバのスクロベーニ礼拝堂の内部装飾絵画を手掛けた。この礼拝堂はエンリコデッリ・リスクロベーニが近くにあった自身の区教会とは別に一族の礼拝所兼墓所として建てたものだった。この礼拝堂の建築は 隣のエレミターに教会の聖職者たちに驚きを持って受け取られた。スクロベーニ礼拝堂はエンリコが家族のために修復した古い邸宅の隣に建てられ、外観はピンクのレンガに覆われたシンプルなものだった。この古い邸宅は現存しておらず、礼拝堂が古代ローマの競技場、アレーナの遺跡敷地内に建っているため、現在ではアレーナ礼拝堂と呼ばれることが多い。 礼拝堂のテーマは救済で、聖母マリアが重要視されており、受胎告知と聖母の慈悲に捧げられている。中世イタリアの典型的な屋内装飾としてもよく知られ、西側の壁には最後の審判が、東側の内陣には大天使ガブリエルと聖母マリアとの受胎告知が描かれている。受胎告知は聖書女マリアの生涯と、 キリストの生涯を描いた一連の絵画の一部となっている。マリアの生涯は、ジェノバ大司教ヤコブスでオラギネが描いた純教者列伝、黄金伝説を、キリストの生涯は、当時ボナベントラが描いたと言われていた追随者たちの著作をもとにして描かれている。しかし一連のフレスコ画はこれら元になった書物を単に、絵画として表しただけではなく、 学者たちはこれらの絵画から聖書に対するジョット独自の解釈を大見出ししている。一連のフレスコ画は三十七の場面から構成されており、側面の壁に上中下三段に分かれて描かれている。最上段には聖母、マリアの両親、ヨアキムとアンナが描かれ、聖母、マリアの生涯を表現した最初の絵画になっている。下の二段には、 キリストの生涯が描かれ、最後の審判は正面反対側の壁全面に描かれている。チマブーエの作風がビザンティン様式とゴシック様式を合わせ持った明確な中世様式であるのに対し、ジョットの作風は彫刻家、アルノルフォデカンビオの作品のような立体的で古典的なものだった。チマブーエやズッチョの作風とは異なり、ジョットが描く人物像は類型化されたものでも、 角に細長く誇張されたものでもなく、それまでのビザンティー様式の影響は見られない。緻密な観察に基づいた三次元的な表情とポーズで描かれ、衣服もそれまでのように規則的に波打ってはおらず、自然な形と重さが表現されている。このような新しい絵画表現は、当時ローマで活動していたピエトロ・カバリーニによって、すでに始められていたが、ジョットはこれらの表現を、 さらに消化させたため、具象画の新しいスタイルを生み出したという名声は、ジョットのものとなった。彫刻のような三次元的陰影で描かれた人物像は、自然に配置され、使用されている遠近法と、相まって舞台のセットのような印象を与えている。ジョットによる慎重な人物像の配置は、これらの絵を見る者に、あたかも自分が絵画に描かれている場所に実在しているかのような、 効果を及ぼす。この劇的な臨場感は新しく、絵画にもたらされた特質で、サンフランチェスコ大聖堂のフレスコ画においても、その方画を見ることができる。一連の絵画の中で有名な場面が描かれているものに、東方三博士の礼拝があり、彗星のような、ベツレヘムの星が夜空を横切っている様子が描かれている。この彗星はジョットが実際に見た年の、 ハレー彗星を元に描いたと言われており、1986年にハレー彗星の観測用に打ち上げられた探査機ジョットはこの絵画にちなんで命名された。他に有名なものはキリストへの哀悼で、この神聖なテーマを描いた絵画では、作品を見る者に哀絶の感情を弱気させるために、ジョットはあえて従来のビザンティン風ズ像学を採用していい。現存していないが、 パドバで描かれたその他の作品が収蔵されていた場所として、サンタントーニオダ、パードバ聖堂、パラッツォッダラジネーネがあり、スクロベーイに礼拝堂装飾絵画を手掛けた時期ではなく、後年になってからのパドバ滞在中に描かれたもので、ある。パドバでのジョットの作品は、グアリエント、ヤコポダ・バンツィ、アルティキエーロラ、イタリア北部出身の芸術家たちに大きな影響を与えている。 フィレンツェに残っている1314年から1327年の改訂記録によると、ジョットは、荘厳の聖母という名で知られる祭壇画を制作している。この絵画は、チマブーエのサンタトリニタの聖母、ズッチョのルチェライの聖母と並べられて、浮き地美術館に展示されている。荘厳の聖母には、 大歴が全く残っていないが、多くの学者からジョットが描いた唯一の遺体であると考えられている。この作品は、フィレンツェの現在では、どういった教団が創設したのか判然しない、オニサンティ教会のために描かれた祭壇画だった。荘厳の聖母は三メートル以上の非常に大きな作品であり、聖堂の主祭壇画として、 教団の修道士のために描かれたものか、あるいは聖火体積の仕切りに使用されて、改修の信徒の目に触れることを目的に描かれたものなのか、学者の間でも見解が分かれている。また、この時ジョットは現在ベルリンの絵画館所蔵の聖母マリア・エーミンと、オニサンティ教会所蔵のキリストタッケーも描いている。初期ルネサンスの彫刻家、ロレンツォ・ギベルティによると、 ジョットは4家族の依頼に応じて、フィレンツェのサンタクローチェ聖堂の礼拝堂の装飾画を描いたとされているが、ギベルティは聖堂に存在するどの礼拝堂のことかは特定していない。バザーリは、ジョットが手掛けたのは、バルディ礼拝堂の聖フランシスの生涯、ペルッツ礼拝堂の洗礼者ヨハネと福音記者ヨハネの生涯。現在は、 アメリカのオスカロライナ州の美術館所像の祭壇が聖母と聖者現存していないジーニレーハイドの死と物語、スピネッリレーハイドの聖母物語であるとしている。ジョットの他の辞跡と同様に、このサンタクローチレーハイドの装飾画に関しても、制作年が議論になっている。聖堂の主レーハイドの右隣にあるバルディレーハイドの装飾画は、 通常の湿式フレスコ技法で描かれており、構成がスクロベーニ礼拝堂壁画に近い。このことから、バルディ礼拝堂の装飾画は、スクロベーニ礼拝堂壁画と同年代頃に描かれ、一方ペルッツ礼拝堂装飾画の構成は、より複雑なものになっているためより後年になってから描かれたと考える学者もいる。バルディ礼拝堂に隣接するペルッツ礼拝堂装飾画は、大部分が、 乾式フレスコ技法の石膏で描かれている。石膏は、通常の湿式フレスコに比べて、制作時間が短くて済む反面経年変化に弱く、現存している作品のほとんどは、保存状態が非常に悪い。バルディレイハイの装飾画が、ジョットの初期の作品であるとする学者たちは、アッシジのサンフランチェスコ大聖堂神道に描かれた、ジョット風壁画と構成がよく似ていることを指摘する。 一方、バルディレイハイドー装飾画にはそれまでに見られない、色使いの繊細さがあるとする。このことは、ジョットがおそらくはシエナ派芸術の影響を受けて、新しい芸術の方向性を見出した証で、その後の自身の芸術の発展につながったとしている。ペルッツレイハイドーの洗礼者、ヨハネの生涯を題材とした、父ザカリアへの受胎告知、ヨハネの誕生。 ヘロデの縁の三組のフレスコ側、福音記者、ヨハネの生涯の三つの場面を描いた、エーソスでのヨハネの回想、ドルシアナの復活、福音書記者、ヨハネの焦点と共に礼拝堂左壁面に描かれている。これらの題材が選ばれた背景には、出資したペルッツィケとフランシスコ修道院両方の意向が反映されている。これらの絵画の保存状態も非常に悪く、 ジョットの技法や作風について論じるのは困難ではあるが、ジョット特有の抑制された自然主義描写や人物の内面描写は感じられる。ペルッツ霊杯道装飾画はルネサンス期において非常に著名であり、マサッチオが描いた三木の銭をはじめとするフィレツェのサンタマリアデルカルミネ大聖堂ブランカッチ礼拝堂壁画に大きな影響を与え、ミケランジェロも この装飾画を研究していたことが知られているバルディレイハイドに描かれている聖フランシスコの生涯を題材にした装飾画はこれより20から30年前に描かれたとされるアッシジのサンフランシスコ大聖堂上堂壁画に用いられている図像学の対比において特に学者の興味を引いてきた。両書の絵画群を比較するとジョットがバルディレイハイドウ装飾画を描くにあたって 人物表現と画面構成にいかに大きな注意を払っているかが明確なる。ジョットはバルディ礼拝堂装飾画の題材として成人の生涯における七つの場面を選択しているが描かれているのは聖書そのままの物語というわけではない。成人の一連の物語は左壁面上部の聖フランシスコと父との絶縁から始まる。以降、礼拝堂の左壁面と 右壁面それぞれを囲むように、フランシスコ修道会の認可、聖フランシスコの試練、アルルでの出現、聖フランシスコの死、聖フランシスの死後を描いた、フラーゴスティーノとアッシジ死教の追想へと続いていく。フランシスの生涯で言うと、アルルでの出現と、聖フランシスコの死の間の年代にあたる、聖婚を受ける聖フランチェスコは、チャペル外側の入り口上部アーチに描かれている。 このような配置と構成は壁画を見るものに、左右の壁面ごとの二組の壁画として、あるいはそれぞれの壁面における三組の壁画として、干渉することを進める視覚的効果がある。そしてこれらの視覚的効果が、干渉者に対して、フランシスコの生涯における様々な出来事を象徴的に結びつける重要な役割を果たしていると言える。 1320年にジョットは、現在バチカン美術館が所蔵する、ステファネスキの三連載団画を制作した。依頼者は、数奇教、ジャコモガイターのステファネスキで、他にもジョットに、セペテロを描いた一連のフレスコガワップスに描かせているが、こちらは16世紀の建物修復時に消滅して、しまっている。バザーリによるとジョットは、ローマに6年間滞在し、 イタリア全土やアビニオンのローマ教皇から多数の依頼を受けて作品を描いたとされているが、現在ではそれらの絵画の中には他の芸術家の作品であると判明しているものもある。1328年にバロンチェッリ礼拝堂の祭壇が聖母体館を完成させたジョットはナポリオロベルト一世に招かれ、弟子たちと共に1333年までナポリに滞在している。 ロベルト一世は1332年に、ジョットに年俸を与え、第一宮廷画家に任命した。ナポリ滞在時のジョットの作品はほとんど現存して、おらず、サンタキアラ教会区内の教会にある、キリストの哀悼を描いたフレスコ画の断片と、弟子の作品ではないかとも考えられているヌオーボ城のサンタバルバラ教会の窓に描かれた、巧妙な男と呼ばれる絵画のみである。 ナポリを離れたジョットはしばらくボローニャに滞在し、サンタマリアデル・アンジェリ教会のために祭壇画を描いている。バザーリによれば、ローマ教皇特使の城にあった礼拝堂の装飾も手掛けているが現存していない。1334年にジョットはサンタマリアデル・フヨーレ大聖堂の建築責任者に任命され、1334年7月18日から自身の名を冠して呼ばれる。 ジョットの首脳の建築に着手した。しかしながらジョットが建築中途で死去したこともあり、ジョット自身が設計したデザインでは完成していない。1337年以前にジョットはミラノ君主アッツォーネビスコンティの邸宅に滞在しているが、この時期の作品の記録は全く残っていない。現在彼の遺作として知られているのは弟子との共同作業で行った。 フィレンツェのバルジェロ宮殿にあるポデスタ礼拝堂の装飾である。最晩年にジョットはジョバンニ、序盤にボッカッチョや、後にジョットを扱った物語を書くサケッチと友人関係になっていた。ダンテは、新曲の第二部、煉獄編11章94節から96節で、一人の画家の言葉を通じてジョットが、同時代に生きる画家の中で偉大な存在であることを、語っている。 ジョットは1337年1月に死去した。バザーリの著書では、ジョットはフィレンツェのサンタ・マリア・デルフィオーレ大聖堂入り口左に埋葬され、白大遺跡の墓碑が置かれたとなっている。しかしながら、他の記録もあり、それによると、フィレンツェのサンタ・レパラタ聖堂の教会に葬られたとされている。この異なる二つの説は、サンタ・レパラタ聖堂が、 サンタマリアデルフィオーレ大聖堂が建築開始されるまでフィレンツェの聖堂であり、サンタマリアデルフィオーレ大聖堂の着工後、大聖堂地下に移築されるものの、大聖堂建築中の14世紀前半には、依然として、教会として機能していたという事実で矛盾なく説明できる。1970年代に、サンタマリアデルフィオーレ大聖堂周辺が発掘され、バザーリが 著書に書いた母碑はなかったが、位置的に近い場所であるサンタレパラタ聖堂の舗装下から骨が発見された。発掘当初からこの骨はジョットではないかと考えられており、2000年の人類学者フランチェスコ・マルエニと専門家のチームによる法医学調査によって新しい発見があった。当時顔料として使用されていたヒソ化合物と鉛の痕跡が骨から見つかったのである。 発掘された骨は百二十センチメートルをわずかに超える低身長の男性のもので先天的小人症に罹患していた可能性がある。このことはフレスコ画の一つに描かれている小人がジョットの自画像だというサンクローチェ聖堂の伝承を裏付けている。しかしながらスクロベニイに礼拝堂の最後の審判に描かれている白い帽子をかぶった男性がジョットの肖像画だという説もある。 この白い帽子の男性は、サンタクローチェ聖堂の伝承とは相入れない外観になっている。バザーリの著書には、ジョットの友人だったボッカッチョは、フィレンツェには醜い男性はいなかったとして、ジョットの子供たちも普通の外観をしていたとバザーリに語っている。他にも、ダンテがスクロベニ礼拝堂で絵画制作をしていたジョットを訪ねた時に、足元にいる子供たちを見て、 これほど美しい絵画を描く男の子供がどうしてこんなにも普通なんだと冗談を言ったところ暗闇で子供を作ったからさとジョットが返したという話も記載されている。バザーリによればジョットはいつもウィットに富んだ男だった。イタリア人研究者たちはこの発掘された骨がジョットのものであると確信しており調査終了後にルネサンス期の著名な建築家 フィリッポブルネレスキのそばに敬意を込めて埋め戻された。しかしながら、イタリア人以外の研究者は、会議的な見方を変えてはいない。中、以下の外部リンクの中には、ジョットが描いたかどうか疑わしい絵画も、ジョットの作品としている場合がある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。